クラジオファミリーの皆様、アルフィン役の佐々木ルンです。毎年1月12日アルフィンのバースデーパーティーをしてくださって本当にありがとうございます。と私がアルフィンになり変わりまして気持ちを伝えさせていただきます。まあイベントもできない寂しい昨今、こうやってネット上で、パーティーを開いてくださって涙が出ちゃいますということで、今回はZoomとタイアップ、皆さんとつながりたいと思いまして、関西グループの主催してくださる毎年のネットパーティーに参加いたしました。ところが最後には放送事故が起きてしまいました。ガッチョーン。やっぱりちょっとギャグが私古いですかね。まあ20分間お楽しみくださいませ。合言葉はワープイン2060。ルナさん、私入れました？入れてます。なんかシャツの右から2番目がある。あー、OK、そしたらこれを、はい、押せばいいの？何をですか？ちょっと待って、もう私発言できるっていうこと？そうですね、では、はい。ちょっと待って。あ、これって親分でしょ？はい、そうです。これってしんちゃんでしょ？皆様こんばんは。みんなキャラがみんな一緒に揃ってるので、すいません。そしたらこれって声でみんなで喋れるんだよね。喋れます。ミュートを、はい、解除していただければ。ミュートを解除すればどこにミュートがある、はい、ルンさんは大丈夫です。はい、私いつも YouTube やってるんですけど、そこでいろいろ編集したりしてくれてるルナさん紹介します。あ、ルナです、よろしくお願いします。ここの左、左から 1,2,3,4,5,6,7,8 番目。あ、飲み物を飲んでる、はいそうです、ありがとうございます。田中さん、はい、いただきます。よろしくお願いします。はい、進行は誰がする？ちょっと私タイプが、なんかみんなこう文字打たないの？文字打ってるんですか？声でやるの？両方？両方。もしかするとズームを出しちゃうと、そう、はい、チャット画面が、チャットの入力するところがズームで占領されて無理かも。あ、タイプできないんだ。あと、はい、ズームのチャットでどうしたらいいですか？2台ないとか。そうですね。じゃあ喋れる方は喋る感じがよろしいかな。うん。ちょっと一個質問していい？しんちゃんって入院してないの？明日からです。あ、明日から。だから今日やってもらわないと。明日こんなもう、就寝時間になっちゃうからまずいです。そっかそっかそっか。で、金曜日に手術なんです。え、そうなんだ。そう、大丈夫、帰ってこれる？いや、わかんないですやめてやめて。今日も病院行って何回もこけてやばいなってのが、うん、あ、絶対頑張ってね、うん、でも今日なんかみんなでパワーチャージするから大丈夫だと思うよ。うん、今日は皆さんなんか集まってくださって毎年ありがとうございます。他の人誰も声が出てないからなんか多分ね、ドンゴは潜んでてミュートしてます。え、どうしてどうしてどうしてどうしたの？目立つからまだお眠の時間じゃないの？大丈夫です大丈夫です、よかったです。
皆さん今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、あ、マーチさん、今日は皆さんにこれも借りて、Zoom も借りて、ちょっと皆さんに PR したいのが、高千穂先生が2月に新刊出すじゃないですか。うんうん、ね、だからちょっとそれのなんか励ましの声とか、それからまずなんか明美さんに、ライトノベルはどのぐらいの時から読んでるんですかって質問したいんですけど、ファンを代表して。あ、私はクラッシュ少女に映画でハマったので中学に入ってからですね、うん、そのままとかはなんとなく知ってたんですけど、うん、読み始めたのはやっぱりそのジョーの映画を見てからになりますね。あ、そうなんだ。お小遣いがもう本当にビビたるものだったんで、本一冊買うのがかなり大変で、うん、もう、ね、お小遣い入るたびにこう一冊みたいな感じで順番にこう買ってました。あ、そうなんだ。でも結構冊数あるよね。ありました、ありました。もう結構な関数が映画の時には出てて、もう、うん、今でもその次がまだ読めるっていう幸せがあるので楽しみにこうぼちぼちと集めてましたね。あ、そうなんだ。ねえ、ライトノベルから入った人いる？映画じゃなくて。映画ですね、自分も。本当？うん。みんな映画からなんだ。でも私あの、ね、うん、いつも出して申し訳ないんですけど、親分はすごい特殊なパターンで、あの食玩から入ってます。え、なになになに？映画が終わった後ぐらいに、あの、うん、食玩が出たんですよ。あ、食玩が出てたんですよ。森永だった。すいません、ちょっとあのマーボーチョコのパッケージを見て、パッケージにいたジョーに惚れ込んでハマったという特殊なパターン。あ、そうなんだ。言うと怒られるんですけど、ちょっと言う。あの頃さ、いろいろお菓子が出てたよね。いいよね。覚えてる、うん、お菓子、うん、こっちでは全くありませんでした。そうなんだ。田舎には全くなかったんです。え、岡山？うん、広島です。あ、広島。あ、今の声は今の声はです。オッケー。でも私すごい田舎の福島で育ってるんだけど、うちの両親はうち酒屋なんだけど、クラッシャー場のお菓子が出たって知ったらいっぱい売ってたよ、なんかお店で。すごい。うちもそれをやればよかった。うん、なんか懐かしいよね。お菓子が出てたっていうのは、明美とか親瓶から聞いて初めて知った。うん。うん、それまで お菓子が出てるっていうこと自体知りませんでした。なるほどね。もっと宣伝しなきゃダメだよね。うん、まあ田舎だからスーパーなんかにも全くもう定番のものしか入ってなくって、そういう映画からとか。うん、キャラクターのものっていうものはあった記憶がないんですよね。あ、そうなんだ。うん、今はね、いろんなの出てるよね。です。今だったらどんな手段を講じてでも取り寄せるんですよ。そうだよね。加工がいいしかも。そうそう。みんなさ、だって痩せ子さんのお酒も実はラベルが欲しいっていうのない？私です、それ。みんなそうだよね。で、私思うんだけど、安子さんにもちょっとメールをしたんだけど、あの絵ってちょっと安子さんはすごいなんかなんていうの、自分を卑下してるよね。え、すごく可愛いと思うんですけど。あ、よかった、よかった。なんかさ、もっとかっこいいよねって私は思ってるんだけど。え、そうでもない？いや、かっこよくはあるんですけど、うん、どうしたらいいんだろう。ああいういろんな側面を持ってらっしゃるから、うん、一つの側面をあのラベルで出されたって感じなんじゃないかな。そっか、うん、私はなんか苦情メールをしちゃって。もっと実物の方がいいのに。本屋さんの絵を覚えてる？
あのエプロンしてトコ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 走り回るやすい子さんの自画像、はいはいはい、あれをお酒になんか新しいラベルで欲しいなって思っていて、あっちの方がいいのにと思って。あっちもいいですね。いろいろ型を変えて出されてるのってかもしれません。そうだよね。ちょっと白糸酒造の社長さんに言ってみたいです。あの安井子さんのエプロン姿僕生で見て一緒に写真撮りましたけど。あ、なんかそういうの見たい。見たいですね。うん、写真が見たい。安井子さん、あの半年間ぐらいあの本屋さんで講演やってたんですよ、うん、でその時にずっとエプロンかけてやってみたっていうのがあるんで、はい、その時って、ね、はい、なんか難しいお話ばっかりしてたっていう噂だったよ。そうです、うん、難しいです。そうなんですか。うん、いつも難しいお話するよね。で最後に行くとサイン入りの名刺がもらえる。あ、そうなんだ、うん、もらいました、はい、名刺いいですね。なかなかレアですね。しかも、あの一枚一枚手渡してくれるというのが、うん、すごい。、うん、そう、優しいんだよね、いつも誰にでも。本当に誰にでも優しいのね、うん、いや、写真撮るでも、あ、写真撮る写真撮るっつっていきなり腕引っ張られて写真撮らされました、はい。よかったね。なんか安井子さんの、あのお酒の絵って出るかな、写真で、うん、でさ、高千穂さんのお酒もあるんだよね。あります、買ってます。だから2月はあの高千穂さんの出版前ぐらいになんかあの応援してみんなでなんかこう売れるようにちょっとサポートしたいですね。多分私は一緒に買ったんですよ。あ、そうなの。はい、今9月酒が神棚に上がってて、もうちょっとしたら9月酒を下ろして高千穂先生のお酒をまた神棚に上げて、おー、るつもりです。このさ、9月酒っていうお酒の言われってわかる？9月酒ですよね。あ、そうだよね、みんな知ってるんだよね。9月社の9月社が9月主になったって感じだよね。そうそうそうですよ、ね。みんな気づいているのか。じゃあさ、私ね、音だけなんだけど、今ここに安井子さんのお酒あって、で本当はこれ3月のいつものなんかそういうイベントの時にみんなに本当に一口ずつなんかお分けしたいなと思ってずっと飲まないで撮ってあるんだけど、ちょっとあのネット上だけで乾杯しましょう。今ここにこのなんか杯を置いたので、高千穂さんの新刊と安井子さんのガンダムが今年出るでしょう、はい、だからちょっと乾杯で、乾杯ってして、あの前祝いってやつですか、したいと思います。では新刊の成功と、それから、あ、間違えた、新刊の発売と、それからガンダム の成功を前祝いで乾杯します。乾杯、はい、乾杯、カチッ、グレープジュースございます。私もよろしく。それでまあ私後から言おうと思ってたんだけど、ガンダムって今年やるじゃないですか、うん、名前は分かってます？ククルスドアン。あの、それが出るでしょ？で、それって何月ぐらいに上映になるかな？夏前って聞きましたよね。公式ではなく初夏ってなってますね。初夏ですよね。だからね、なんかみんなで頑張ってちょっと盛り上げてあげたいなと。いつもなんか安子さんはあんまりこうマーケティングが上手じゃないから、だからなかなかこううわーっていうヒットにしたいなと思っていますけど。だからなんかちょっと頑張って盛り上げてあげたいなと思ってますけど、その説はまたご協力お願いします。それで今日はサムネイルみたいなの見ました？ん？ハリー先生からの今日の書き下ろしの絵は見ました？
あ、今日の分はまた見てないかな。今の画面見てない？うん、そうそうそう、これ今日書いてもらったの。ほほほ、あけみさんから昨日お知らせがあったから今日お願いして今日書いてもらった。急です、すいません、昨日もらったすいません。それって出る？それでゆう先生からね、コメントをいただいてるのでちょっと読んでもいいですか？お疲れ様です、イラストを送ります、以下コメントですって来ていて、アルフィン誕生日おめでとう、誕生日会にお誘いいただいたのですが都合がつかずコメントとイラストのみで失礼します。ルンさんに漫画の連載で苦労したこと、気をつけていることはという質問をいただいたので答えさせていただきます。現在連載させていただいているクラッシャー・ジョーリバースではピザン編を書いているのですが、こちらは本編より過去の話なので編集さんからはアルフィンとジョーを幼く大人っぽくならないようにと言われました。でも書き続けているとやっぱりいつものジョーとアルフィンの顔に戻ってしまうので、その度に指摘を受けてしまったりしています。かわいそう。あとは前編通してですが、連載当初リッキーを劇場版 OVA 版小説版どれに似せて書くかというところで悩みました。彼はよく顔が変わるので笑い、結局どうしたのかはご想像にお任せします。今年は高千穂先生の新刊情報もあり、またジョーが盛り上がるのを一ファンとして楽しみにしています。ちなみに2月22日には222だね、2月22日には制作クラッシャー・ジョーリバースの5巻が発売されますので、よろしければ、そちらも手に取っていただけたら幸いですって書いてあります。もちろん買います。よかった、手に取るだけじゃなくてちょっと買ってあげてください。なんかこの絵可愛くない？なんかあのねえ、ジョーはどうやってこのバラを渡そうかと思っていて、でリッキーはこれ自分のおもちゃ買ってるよね。でタロスはクラッカーしていて、やだ髪が傷んじゃうっていうセリフを思い出しました。これは誰でも受けるギャグだと思いますが、でハリー先生の絵を少しこう次に、これはお誕生日に描いてもらった絵ですね。で次に回してください。合ってますか？これは今年の、見ますか？今5番目、これは私が一番クラッシャー城の中で好きな絵の一枚です。めちゃくちゃ怒ってるやつですね。何イチャイチャしてんのよっていう感じのところですね。これはみんなもすごく好きで、会場に俺よりひでえ顔っていうタロスのところと同じぐらいに笑いが起きるところですね。ここ好きでしょみんな。ジョーがかわいそうなことになるところですね。あ、そう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 、本当かわいそうなことになるところですね。で次の絵は原画ですね。はい、これは私が持っている、持っているというかいただいた安彦さんの原画なんですけれども、何かチャンスがあれば皆さんに直接お見せできる機会があればいいなと思います。これすごくそばで見るとすごく素敵で、もう一枚はタクちゃんが持ってるんですけど、今日はちょっと連絡が、タクちゃんに連絡がつきませんでした。あいつ私無視するんだよね。本当に嫌なやつ。で次はあ、これは寿樹先生の絵なんですけど、これは去年か一昨年の絵だと思うんです。毎年ネットに絵を描いて載せてくださるんですけど、アルフィンの絵を描いて載せてくださるんですけど、まあ今年もちょっとすごい楽しみにしているので、3月になったらまた違うアルフィンが見れるかなと思いますね。で明美さんなんかもすごく昔はいろんなアルフィーも書いてくださったんですけど、また新作をお待ちしております。はい、
頑張れ。で、でちょっと戻してもらって、はい、いろんなものをさんが書いてくれるんですけど、はい、これはあの丹後さんという方が書いてくださって、丹後さんもあの安彦さんの、まあ、弟子っていうのかな、あのすごい近い存在のアニメーターさんだと思います。で次は、あでこれはあの今私 YouTube やってるんですけど、あのそこにアルフィンとスーのちょっとギャグっぽいあのラジオドラマみたいなものも入れていますので、よかったらあの YouTube で見てください。次ですね、皆さんおしゃべりしなくていいんですか。あでちょっとこれ竹村先生、みんなが大好きでしょ、竹村雄二先生のあのクラッシャー城ですね。やばいですね。やばいですよね。うん、うん、かっこいいよね。2年前のクリスマスの、あそう、よく、ね、よくわかりますね。そうそうそう、そうです、ですよね。うん、そうです、素晴らしい、みんなすごいな。私はでもこのちょっと男っぽいリッキーが好き。私はリッキーが大好きで、あのもちろんアルフィーも好きだけど、リッキーの小原さんの声の演技が大好きで、もうあのコナンを超えてリッキーかっこいいなと思ってるかな。コナンはでも1番か2番に好きな小原さんの演技かもしれないですね。うん、小原さんとなんか久しぶりに会ってお話ししてみたいなってすごく思います。うん、リッキーどうですか。可愛いから好きです。ね、可愛いよね。タロスもかっこいいし、チーム最高ですね。そうだよね。新しいの作ればいいのにね。なんか若い人たちで、うん、作ればいいのになと思うけど。今すごいですよね。あのリメイクじゃないけど、今昭和ですか、うん、ってぐらい。あ、そうかもしれない。うん。うんうるせえやつらもね、リメイクだし、うん、何でもかんでもリメイクだっけ。そうだよね。あ、この間もなんかラムちゃんかなんかやってたよ。そう、うるせえやつらやるんでしょ。ねえ、コンクールでやるらしい。うん、ねえ、ジョーもリメイクすればいいのにね、新しく。安彦さんやってくれないのかな。聞いてください、ね。聞いてみましょうか。ぜひ。罰が来るかもしれない。だって私ね、あのマイケル・ジャクソンが大好きなの。でマイケル・ジャクソンがちょっとジョーの最後 の顔がすごくマイケルに似ていて、で絶対安彦さんに描いてもらいたいと思って、で安彦さん、マイケル・ジャクソンの漫画を描いてくださいって言って本を6冊ぐらい送ったの、マイケル・ジャクソンの向こう。あの本当送ったの。そしたらお返事が来て、あのすごく絵になる顔だけど、マイケルはすごく絵になるけど、あのダメって来たの。書きませんって来たの。なんかなんて言うんだろう、あの安彦さんは自分のポリシーが一本前にスーって通ってるから、多分マイケルとかじゃないのかもしれないね。うん、あでも踊るシーンは描けないかもしれないな。だってジョーの時もあそこの場面はゲンさんが描いてたと思うけど、丸投げされたんですよね。うん、そう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 、踊れって言うんで。一緒にディスコに、ディスコっていうか、うん、見に行ったという話ですよね。どんな感じか。あ、そうなんだ。うん、そうだよね、ゲンさんがちょっと踊れるとも思わないしね。で、ちょっと皆さんのお話を聞きたいんですけど、斉谷先生のアルフィンが載っていたと思います、ここに。なんかいたずらして、はい、あの殴り書きですとかって言って書いてあったけど、でもすごくうまいなと思います。斉谷先生って絵がうまいよね。ずっと僕のあれですよ、あのツイッターもアイコン、うん、斉谷先生、あのアルフィンですよね。あ、そっかそっかそっか、そうなんだね、うん、あれは斉谷先生の。ところで、じゃあ私ばっかりおしゃべりしたので、なんかないですか？
たけしとしてはな今年はクラジオのなんかないんですかイベントあ3月したいですね、うんうんうん、多分3月いっぱい僕仕事休んでるんで行きたいなってそうなんだねえ皆さんは木上さんと覚えてる？あのすごいあのこの間ちょっと亡くなってしまわれたんですけどあの事件で私これからちょっとその木上さんが残していかれた子ども向けの絵本があるんですよ。でそれはエクラアニマルっていう会社が木上さんの昔のそれこそ京都アニメに行かれる前の段階で子どもたちにこういうのを残したいっていうそういうなんか絵本があってそれをバイリンガルでこれから録音していくんですけど明日ちょうどその録音日なんですね。でなんかよかったら皆さんにもまたそれ絵本で読んでもらったりゆくゆくはなんかゲームとかアニメとかにしたいとかって言ってましたよ。木上よしじさんっていう方ですかね。そう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 、なかなか読めないんだけどね、字がなくなっちゃったんだけど、でもその意思をなんか大切にしたいっていうアニメの会社があってそれをしてるみたいですけど、うん、なんかそれで今年はなんかちょっと忙しくなるかなと思っています。あとは YouTube 頑張ってみたいと思ってますけど、います YouTuberYouTube もさ、なんかね、私一人で喋ってるんだけど、本当はこうやってみんなとなんか思い出話をしたりするのを載せたいなと思ってるんですけど、その方が楽しいけど。誰かゲストの声優さん呼んでちょっとお願いしますってやってみたらどうですか？うん、マクロスはミーコと一緒にやろう。室井美幸ちゃん。わかります？シャンビーとか、それからオーガスの時はモームっていう役をやってたの。で、彼女とちょっとやれるかなと思いますし、あとはコージロチエちゃんはお坊ちゃんがやってたわかりますわかります彼女とかわかりますわかりますわかります彼女とはジャッキー・チェンの映画で一緒にやったりしていたから、なんかジャッキー・チェンの、トークショーとかやれたらいいなと思ってるんだけど、この間電話でずいぶん長話をしてしまいましたそんな感じです。皆さんのなんかちょっと思い出話を聞きたいしんちゃんはラッシャー・ジョーは昔前にも写真をしたと思いますけど、例の、ジョーのイベントが高校のすぐ近くのスーパーでやったんですよ、で自転車をかっ飛ばしていって、で、ねえ、こんな声優さんでこんな可愛い人がいるんだと思ったのがルーさんですね。またで、それ全身撮った写真が見つからないんですよ。例の4人並んでるところしかなくて、すいません、はい、切れちゃうので入り直してもらってもいいですか？アップグレードできなかったのですみません、リンクをないです。はい、入ります。そういう思い出が、はい、じゃあちょっと一回切り替えますね、ぜひまた入り直してください、すみません、はい、はい、それでお近くに行ったの？そう、そんで近くに行ったというか、そうですね、まあ行ったんですけど、まあ、ちょっとなんか高千穂先生がとっても川ちゃんで怖かった。あ、そうそうそうよ、でこ広くてなんだこのおっさんはという感じだったんですけどね。でも私今ハゲてるというのは一番最初かっこいいと思ったんだよ。そうですか、まあ、当時バイク乗っててああいうかっこだったとか知ってるんですけど、安彦先生なんか髪の毛真っ黒けだったし今から考えるとそうね、でも安彦さんってなんかあったかくて品がいいよね、髪型が変わってないと思いますそうだよね、でもほら年々なんか自画像もちょっと
変わってきて、その自家倉庫並べるのも楽しいよね。一番衝撃な、今と比べる衝撃なのやっぱりタクちゃんですね。今すあータクちゃんね、ミングモングミングモングチンチョンチンチョンチンガリンリンリンドンニグルチンガロンリンガロンハドンハドン。何語を喋ってるんだろう、わかんないです。Come in my face, fucking have a case. You big ass dick, fuck you in your dad's place. Okay. なんか声悪い言葉しゃべってるから、この人ってブロックできないの。ちょっと待ってね。できるんですよ。ラザニア、ビーフ、ラザニア、チキン、My dad left me at the Lamborghini store. He came back with a BMW. わかんない。佐々木るんチャンネル、聞いてくださってありがとうございます。これからも皆さんの心に幸せな笑顔をお届けできる番組作りを続けていきますので、よろしければチャンネル登録ボタンもポチッとよろしくお願いいたします。ペコリ。